はい、どうも、哲学とです。今回はですね、追加されたばかりの、テンペストを使った、ビルドをご紹介していきたいなと思います。今回のビルドはね、水系の、スキルを、中心にね、組んだビルドという感じで、こちらのね、渦潮でランダムダメージを、出しつつ、こちらのね、うねる品波で、高速移動していくというビルドで、ダッシュ用のね、スキルの方も、入れていて、かなりね、火力的にも安定した、ビルドになってますので、これからテンペストをやる方の参考になればいいかなと思ってます。でですね、スキルの方をちょっとご紹介した後に、簡単にね、立ち回りの解説していきたいなと思います。テンペストの、大きな特徴の一つとしてですね、西風という、召喚を、やってくれるね、パッシブスキルっていうのが、用意されているっていうのが特徴で、8秒間ね、共に戦ってくれる、西風を定期的に召喚して、敵を攻撃するというので、8秒間、戦ってくれて、クールダウンが10秒なんでね、結構頻繁にこの、味方が出てきてくれるという形ですね。で、ちなみにこの、西風がね、消えた時に、このね、霧包のオーブっていうのが出てくるんですけど、これ拾うとね、クールダウン時間が 0.5 秒間短縮されて、味方が回収すると、味方が、10秒間強化されるっていう効果がありますので、これね、拾ってみてほしいなと、出てきたら積極的に拾うようにしてほしいなと思います。ちなみにこれね、個別のドロップなんで、取っちゃったからといって、他のテンペストの人がね、困っちゃうってことはないようになってますので、自分の近くに出たらね、構わず拾っちゃうっていう感じでいいかなと思います。なので、召喚のね、時間が、長くなってくれるっていうのと、あと、他のキャラクターが拾った時は、その人の攻撃力が上がっていくっていう効果もありますので、使ってみてほしいなと思います。で、ちなみにですね、この、霧包みで西風が召喚されるっていう以外にも、スキルでね、西風を召喚できるという形になってて、今回使うね、海系のスキルは、基本的にこの西風のね、召喚がついているスキルがあるので、結構この最大のね、3体の召喚っていうのを維持するのがやりやすいかなという感じですね。で、今回オフハンドのね、レジェンダリー効果の中に西風のダメージアップ、19.5% というのを入れているので、これで西風の、ダメージアップも狙っていくというような形ですね。で、メイン攻撃の方ですけど、こちらのね、波人っていうのかなの方を入れてます。波人の方なんですけども、レジェンダリーの効果の、一つにですね、波人発動時に同じ敵を4回攻撃した後に、西風を 1.5 秒間召喚してくれる。波人のダメージが 3% 増加という形で、この霧包みで出てくるものに比べるとね、かなり短い時間しか出てこないんですけど、このね、メイン攻撃によって西風が出てくるっていうのも結構ポイントになってきますので、このレジェンも入れてほしいな。結構ね、このアルティメットスキルの中に、ライフ最大値の 20% のダメージを吸収するシールドを得るっていう効果もあるので、使いやすいかなという感じですね。火力で言うと、こちらのね、風の刃の方がちょっと強いかなというところもあるので、ここは好みによって変えてもいいかなとは思うんですけど、私はこちらのね、波型の方を使ってるという感じですね。で、うねる白波ですね。こちら、移動速度を上げてくれる、ちょっとこう、ダッシュスキル的な部分もあるんですけども、火力アップにも、使えるスキルという感じになってて、6秒間海の力で自分を強化し、プレイヤーと西風のメイン攻撃が敵を貫通する、水の刃を放つようになると。で、移動速度が 35% 上昇し、波乗りすることで移動しながらメイン攻撃を繰り出せるようになるということで、移動中もメイン攻撃がね、同時に発動できるというのは結構強いので、こちらを入れているという形ですね。で、レジェンダリーの効果で、うねる白波発動時に、刃が6秒間強化され、プレイヤーや西風のメイン攻撃が剣による投げ払いになるというやつですね。こちらを入れていると。で、移動速度が 35% 上昇し、波乗りすることで敵の元へ移動しながらメイン攻撃を繰り出せるようになるという感じですね。で、もう一つの、効果として、頭部の方に、うねる白波のクリティカルヒット時、水が爆発して付近の敵に5850のダメージを与えるを入れているという感じですね。はい。で、次に小滝ですね。これはね、自由枠なんですけど、プレイヤーと西風が、刀を地面に叩きつけて、周囲に荒波を発生させ、範囲内の敵に、26000
ません。625のダメージを与えるという形で、結構ね、プレイヤーと西風がまあ3体出てるような状態っていうのが作れるので、そのタイミングで小滝やってあげるといいかなと思うんですけど、まあそれ以外の選択肢として、このね、嵐の糞を入れて、まあメイン攻撃のダメージを上げるっていうのもいいし、あとはまあスコール入れてあげるとかね。スコール入れるとテレポートがね、つくので、移動速度をさらに上げるっていう意味では、スコールを入れてあげるのも、まあ、高速周回用だったらいいかなという感じですね。まあ、私はまあ、一応コタキにしてますけど、ここは自由枠で、スコール、嵐の糞のあたりもいいかなという感じですね。で、次に、渦潮ですね。結構これ、今回メインになってくるスキルにはなるんですけど、渦を作り出して、付近の敵すべてを引き寄せて、ダメージを与えるというのが元々の効果なんですけども、鎧の方にですね、渦潮発動時に、ランダムな敵の足元で、間欠泉が毎秒、爆発し、1740のダメージを与えて、空中に打ち上げると。打ち上げ効果は、同じ敵、プレイヤーに対して、4秒に1度しか発生しないと。渦潮のダメージが 6% 増加するという。ですね、こちらを、入れている形になります。で、次に、渦潮が敵に命中すると、メイン攻撃が3秒間 19.5%、上昇するですね、こちらを入れているという感じですね。で、あと、片当てのところに、渦潮が敵のアーマーを破壊するようになり、敵に受けるダメージが3秒間、19.5% 上昇するという形で、結構ですね、このランダムに、当たるっていう効果で、アーマーを、下げるのとメイン攻撃の強化っていうのは両方できるんで、結構ね、これを、渦潮を起点にしてね、まあ、自分の火力を上げ、敵の防御力を下げていくっていう立ち回りが、まあ、重要になってくるかなという感じですね。で、次に、破砕ですね。こちらは、まあ、疾走スキルというか、ダッシュスキルの一つになるんですけども、刃先を華麗に操りながら敵を飲み込み、大波を放つというやつで、レジェンダリーの方がゲールブレイカーの方を入れています。破砕発動時に前方にダッシュして、通過地点に西風を召喚しというか形で、ここでもね、西風が召喚できるというのがポイントになるかなと思います。また、4208のダメージを吸収するシールドを得る。これね、防御もちゃんとかかってくれて、で、チャージ回数は2回までという形になりますので、うねる品紙がね、切れた後に、このね、破砕で、ダッシュしてあげることによってね、まあ、防御力も上げながらね、攻撃もできるというような、形になってますので、かなり硬くて、なおかつ移動速度も上げられるっていうのがポイントになるか。なので、まあ、この破砕が入ってるので、まあ、今回入れてないですけども、スピードマックスにしたいんだったら、破砕とね、このスコール両方入れてあげることによって、むちゃくちゃね、移動性上がりますので、移動速度だけこだわりたいっていう人は、このね、小滝の代わりにスコール入れてあげるのがいいかなという感じですね。はい、そしたらちょっとね、一回エルダーリフト回しながら立ち回りの方をね、ご紹介していきたいかなと思います。まあ、今回ね、概要欄の方に時間リンクも貼ってありますので、まあ装備品を先見たいとかね、まあ、スキルもうちょっと見直したいとか、時間リンク使ってね、見ていただけたらなと思います。で、まあ、基本的にリフト入ったらですね、立ち回りとしては、まず渦潮をね、発動してもらって、で、まあ、この状態で、まあ、メイン攻撃を、放っていくと、感じですね。で、まあ、うなる白波も、まあ、同時に発動させていただけると、感じですね。こんな感じで。で、まあ、少しの短い距離のところとかは、まあ、破砕も使ってね、やってあげることによって、味方の方も、随時召喚していくというような形ですね。で、渦潮に関してはね、まあ、一箇所に、まあ、渦潮をね、固めてやる、レジェンダリー効果もあるんですけど、まあ、特に、ボス戦とかヘリクワリなんかの場合は、渦潮をね、まあ、一箇所にまとめた方が火力の的には伸びるので、まあ、そっちを、まあ、ヘリクワリ戦だったら使って、で、まあ、こういったね、フィールド狩りとか、まあ、男女集会なんかでは、こっちのね、ランダムな位置に、渦潮が起きるってやつですね。を使ってあげるのがいいかなって感じですね。で、基本的な立ち回りとしては、このね、渦潮と、
うなる白波の方を同時に発動させてあげて、まあ自分とあとね西風による、まあメイン攻撃で敵を倒していくというような感じで、立ち回ってみてほしいなと思います。結構この破砕のねダッシュ距離も、ボタン長押しすることによって少しね長く、できますので持ってもらうと。でボス戦ではね、まあ、小滝も、クールダウンが終わったら発動させていくというような感じですね。割とねフィールド狩りだと、高速に狩りができる、ビルドという感じになってますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。そしたらちょっとね装備の方をご紹介していきたいなと思います。まず今回セットアイテムの方なんですけど、まずですね今回バフスキルたくさん入れてますので、ビスの衝動セットを2セット入れてます。自分やパーティーメンバーにかかるバフの効果時間が 30% 増加という形になりますのでビスを2セット入れて、であとですね私ちょっとまあ移動速度、フィールド狩りの時なんかはちょっと伸ばしたいのでイサタールを2セット入れてますね。敵を倒すごとに3秒間移動速度が 30% 上昇するというやつですね。こちらを2セット入れて、であと残りの4セットを眼球にしてるって感じですね。継続ダメージ効果を受けている敵は受けるダメージが 15%、増加する。付近の敵に、継続ダメージ効果を与えるごとに、装備者のクリティカルヒット率が 2.5% 増加するという形なんですけど、今回ね、スキルの中には、この継続ダメージ効果っていうのはないので、基本レジェンダリーの宝石でね、継続ダメージ出して、この眼球セットのね、火力を上げてるっていうような形なんですけど、まあ、攻撃範囲広いのでね、継続ダメージ系の組み方とも相性がいいので、こちらを入れてるんですけども、まあ、これ以外にね、ダッシュスキルを使用後に火力が上がるっていうセットですね。あちらを使ってあげるのもありかなと思いますね。まあ、通常の組み方レジェンダリーの宝石こだわらないんだったら、そっちの方が火力出るかなという感じもするのでそっちもおすすめですね。武器庫まあ、具体的にはどっちかな、あ、グルームガルドですね。グルームガルドは入れてあげた方がいいかもしれないですね。ダッシュスキル使用後3秒にあたり与えるダメージが 15% 上昇と、あとダッシュスキルの使用後、3秒にわたりクリティカルヒット率が 22.5% 上昇するが取れるので、こっちを入れてあげた方が、レジェンダリーの宝石にそういう継続ダメージ系がない場合はいいかもしれないかなと思ってますので。まあ、そうですね。こっちを4セット入れた方が、まあ、なんていうかな。レジェンダリー宝石こだわらない場合はいいかもしれないなという感じですね。はい。そしたらですね、次は、レジェンダリーの効果の方をお見せしていこうかなと思います。頭の方ね、不屈の、原子の方を入れてます。こちらね、効果の方が、うねる白波のクリティカルヒット時に、水が爆発して付近の敵に8550のダメージを与える。ダメージ増加 30% と。まあ、これもあるのでね、グルームガルドにした方が、クリティカルヒット率上げられるんでね、いいかなっていう部分もあるんですけどね。まあ、トータルダメージで見ると、なんか継続ダメージの方が強いなという形なので、私はこっちにしてるって感じですね。はい。そして、ザ・ショールですね、片当て。グズ潮が敵のアーマーを破壊するようになり、敵の受けるダメージは3秒間、最大で 19.5% まで上昇するという形で。このね、アーマーを剥がす系のレジェンダリーって、まあ、各クラスにあるんですけど、結構これ強いので、これを入れてるというような形ですね。はい。そして、鎧枠ですね。オーバーフローの方を採用しています。こちらですね。渦潮発動時に、ランダムな敵の、足元で、間欠泉が毎秒発動し、ダメージを与えて空中に打ち上げる。渦潮のダメージが 6% 上昇という形で、フィールド狩りだったらこのオーバーフローを使った方がいいんですけども、さっきちょっと周回中にね、お伝えした通り、武器庫じゃないな。聖髄の移行ですかね。
ヘリクアリとかね、ボスが固まっている場合ですね、こっちの蔓延する水流ですね、発動時に指定の時点に水の柱が発動し、敵に継続ダメージを与えながら中心に引き寄せるってやつがあるんですけど、これまあダメージ属性が継続ダメージになってくれるっていうやつと、あとまあ一点にダメージがどんどん上がっていくんで、トータルダメージだけ見るとこのね、慢心する水流の方が、使いやすい時もあるので、ボス戦なんかはこっちのね、方を使った方が、使いやすいかなというところがありますね。なので、まあ、用途によって使い分けてもらうというような形ですね。フィールド狩りだったら、こっちのね、ランダムな地点に、完結点が出るってやつをつけてほしいなと思います。で、下衣の方、燃え盛る灯台の方を入れています。破砕発動時に前方にダッシュして敵にダメージを与え、通過地点に西風を召喚する。また吸収シールドも得ると。破砕のクールダウン時間が 2.4%。減少ということで。まあ、前方に対するダッシュスキルと、あとね、セーフが召喚されるっていうところ結構ポイントなので、これも、随時使っていってもらうと。あと、この吸収シールドがね、結構何気に強いので、防御面もこれで確保できるっていう感じですね。はい。で、メインハンド一つ目が、サードデュースの方を入れてます。こちら効果の方が、うねる、白波発動時に刃が強化されて、プレイヤーと西風のメイン攻撃や投げ払う、剣攻撃になると。うねる白波のダメージが 6% 上昇ですね。こちらを一つ目に入れてると。で、メインハンドの二つ目の方が、水溜めの賛美歌かなというやつ。で、破陣、発動時に同じ敵を4回攻撃した後に、西風を 1.5 秒間、召喚してくれる、破陣のダメージが、3% 上昇ですね。メインスキルを破陣にした場合はこれを入れてもらうというような形ですね。で、オフハンドの一つ目が、草すらの栄光というやつですね。渦潮が敵に命中するとメイン攻撃の速度が3秒間 19.5% 上昇するということで、メイン攻撃の火力も上がってくれるので、こちらを入れてるという感じですね。で、オフハンド目の二つ目が、マーロジの背骨の方を採用しています。こちら入れると、セーフのダメージが 19.5% 増加という形で、今回ね、ダッシュの、破砕、そしてメイン攻撃の、こちらのね、破陣の方で西風が出てくるというような形になりますので、こちらの、マーロジの、背骨との効果っていうのが非常に大きいかなと思いますので。なので西風がね、今何体出てるかなっていうのをちょっと、確認しながら立ち回るように、癖つけていくと、まあ3体ね、常に呼び出したような状態っていうのを維持しやすくなるかなと思いますので、まあ、立ち回り上としてはこの西風をね、常に出し続けるっていうところを、重視してやってみてほしいなと思います。そしたら最後にね、レジェンダリーの宝石の方をご紹介していきたいなと思います。で、今頭の方にはですね、にじみ出る苦渋入れてます。攻撃時に 4% の確率で敵を、毒状態、つまり継続ダメージ状態にするっていうやつですね、こちらを、頭の方に入れてですね。で、もう一つ、二つ目が血濡れの翡翠入れてます。ライフがフルの時に与えるダメージが 8% 増加する。まあ、先ほどのね、シールドの効果が発動してくれるので、結構ライフ最大をね、維持しやすいっていうのもあって、血濡れとの相性もいいかなと思います。で、まあ、移動速度も 10% 上昇してくれるので、移動の高さっていうところでも、おすすめかなという感じですね。で、次なんですけど、母の嘆き入れてますね。ダメージを与えると 20% の確率で母なる別紙を獲得し、クリティカルヒット率が、6秒間 24% 増加するということで、今回頭のレジェンダリーの効果の方にね、クリティカルヒット発生時に8550のね、ダメージを与えるという効果も載っているので、こちらの母なる嘆きの方を入れてますと。で、次ですね。星1の宝石として永続の苦痛の方を入れてますね。クリティカルヒット発生時に、苦痛を与え、基礎ダメージの 10% のダメージを与えるという感じですね。バフスキルをの効果時間長くしたい場合は、祝福のね、小石っていう、星1のレジェンダリー宝石もいいので、まあ私今回はね、継続ダメージ取りたいので永続の苦痛にしてますけど、祝福の猫槌あたりも、小石あたりもクールダウン時間をね、確保したい人はおすすめかなと思います。で、鎧の方は熱や溢れる牙ですね。敵にダメージを与えるたびに、その敵に与えるダメージが 1.7% 増加し、最大で、10回分、17% まで増加するというやつです
またエリートモンスターやボスモンスターに与える全てのダメージが 3% 増加する。こちらを入れてて、で、下衣の方はいてついた心に、こだまする影を入れてます。今回ね、あの西風と自身の、メイン攻撃っていうのが、まあ、火力のね中心になってくるので、攻撃した時に 15% の確率でシャドウクローンを召喚する。クローンは8秒間、持続し、自分のメイン攻撃の一つで近くの、敵を攻撃するという形で、今回ね、この破陣の方が、発動してくれるので、まあ、こだまする影入れておくといいかなと思います。はい、そして次ですね、星2の宝石の毒蛇の牙入れてます。毒蛇の毒でダメージ与えると敵を毒状態にして6秒間毎秒 16% の基礎ダメージプラス120のダメージを与えるというやつで、まあなんだろうな、にじみ出る苦渋ないよっていう人はこの星2のね、毒蛇の牙あたりも、おすすめかなという感じがします。で最後一枠なんですけど、瓶詰めの希望の方を入れてます。スキルを使用すると6秒間標的のダメージと移動速度が 13.5% 上昇するバフが付与されると。標的1体につき、20秒に1回しか発動しないというのと、あとスキルのクールダウン時間が 1.5% 短縮ですね。今回瓶詰めの方を入れてるので、祝福の小石の方を入れてないんですけど、祝福のね小石の方も結構ね効果高いので、あのどっちか入れた方がいいと思いますね。まあ、瓶詰めない人は祝福の小石かなを入れてあげるのがいいかなと思いますね。これかな、あ違うな、これですね。バフの持続時間が 4% 持続されるっていう効果があって、ランク2まで上げれば 5% なんでね、これいいと思いますね。バフがちょっと、物足りないなっていう方はこのね祝福の小石もおすすめのレジェンダリー宝石になるので使ってみてほしいなと思います。まあ、今回はね、まあ波系スキルを中心にねちょっと組んでみたので、まあ、こんな形になったんですけど、結構ねテンペスト、風系のスキルとの組み合わせっていうのも強いので、なのでまあそこら辺はねちょっと自由度が、高い部分もありますけれども、まあ結構このうなるしな波に、まあ爆を乗っけていくっていう形だとね、まあなんていうか周回の、速度なんかは結構速く、できるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてほしいなと思います。まあだいぶねこれから暑い季節が、始まってきますので、まあバシャバシャとね、波を起こしながら戦っていく、テンペストのビルド、まあ涼しくていいんじゃないかなと思いますので、まあ多少なりとも参考になれば幸いです。またねテンペストのビルド、まあ、何かね新しいもの、組み上がったら、ご紹介したいと思いますので、もしよろしければ、チャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。